た悲しい恋の終わり。どうぞ僕だけに心打ち明けて、どうぞ行かせてね愛の物語。雨に溺れた街であなたは一人、失くした恋なのに影を探す。きっとあの人は忘れたいのさ、甘い口づけと優しい今日ここでですね、ゴールデンカップスのスペシャルライブを行っております。皆さん熱気満々でございます。うまいですね。私も大ファンでしたからね。もうやはりゴールデンカップスはライブで見るのが一番でございます。皆さん盛り上がっていってみたいと思います。で、次の曲よろしくお願いします。続いては守りの方です。銀色のグラス。こぼれたワインは涙のしずくさ、銀色のグラスに映るあなたの姿、沈む夕日のような恋が
ありがとうございました。今日はですね、我が青春のグループサンズという番組で、お邪魔してるんですけど、ここでちょっとお話いろいろ聞いてよろしいでしょうか。結成当時からですね、本木でライブをしてたということで、皆さんこれ有名な話なんですけど、その本木という横浜のね、本木が与えたバンドの、バンドに与えた影響っていうのはどういうところなんですかね。ね、はい、エディバンで聞いてください一人振るだけですか。今エディバンさんどうですかね。やっぱり当時っていうのは、ベトナム戦争がすごかった時代で、本木っていう土地はすごくこう米軍の兵隊さんがね、いっぱいこうたむろしてて、もう波のバンドだったらもうすぐ部員が来るわけですよ。あ、もうほとんどだから日本じゃないですね、その環境が ね。もうそうです。例えばもうこう最新のね、こうアメリカのヒット曲をやんなきゃね、もうすぐやめろみたいな感じで、もう大変なこう時代だったんですけど、まあ僕たちもこう若かったですけどね、もう勉強日夜こういたしましたその時からライブハウスでずっと活動なさってますけど、そのライブハウスで、にこだわってるというこの話を聞きたいんですけど、デーブさん、ミッキーちょっと待って、それ振り分けてるだけじゃないですかやっぱり昔の要するにゴーゴークラブというか、はい、今のクラブってやつですか、はい、そういうとこが一番合ってますよね。こう近くにいて、お客さんで踊って、なるほど、自由に踊ってという。16歳で、ゴールデンカップ入られたんですよね。そうです。どうですか、入られた時。その時のやっぱり一番のバンドに入れたっていうのは嬉しかったですね他のバンド入ってたらやっぱり人生変わってたと思いますよ、僕はカップスに入ったから、ずっとできた。確かに他のグループサンズと全く違いましたもんね。でもこの長い髪の少女が大ヒットしてですね、それいかがでしたか。この曲もね、本当はそんな乗ってレコーディングしたわけじゃなくてね、適当に歌ったんですけど、あんまりじゃあそれ好きじゃなかったですか。それがね、ある日俺ラジオ聞いてたら、はい、車の中でね、はい、たヒット番組やってて、第一長い髪の少女とか言ったら、と思った何にもそういうの興味なかったから、まあでも大体合ってると思いますけどね、うん、よく言うんだけどね、まあ俺だけだけど、グループサンズいっぱいあったけど、長い髪にしても愛する君にしても銀色のグラスにしても人前で歌ったことないのよ。どういうこと。ステージで歌うの。レコーディングしかしたことない。レコーディングだけ。なんで日本語で歌うのがすごい恥ずかしいって思ったの。人に対して日本語の歌を歌うのが恥ずかしい。そうすごいバンドですね、それ。多分うちだけだと思うけどね、そんなバンドは。でも3年前に再結成したわけですよね。これのいきさつっていうか、きっかけは何だったんですか。これはね、あるプロデューサーから僕のところに電話ありまして、ゴールデンカップスの映画を作りたいって言うんで、ね、みんなに相談したら、やろうってことになって、それから猛練習が始まったまた再び。でもそのみんなに相談したら、みんながやろうって思ったっていうのはすごいですね。これでもまた今から再結成してずっと やっていかれるんですよね。いやそういうのはね、たまに集まって話があったら。でもいいですね、こうやって、これだけお客さんわーって来るわけですから。でまあ嬉しいほどです。ずっとやっててほしいですよね、どうもありがとう。ありがとうございました。じゃあですね、引き続きライブをお送りしますんで、皆さん乗ってってくださいね。今日ありがとうございました、本当に。はい、どうも、ご協力お疲れ。ありがとうございました。はい、それじゃあね、続いて愛する君に、そしてアガモモニューワークに、はい、どうぞ。僕の魂君にあげる、悲しいほどに愛しにているんだよ今日君を。僕の魂君にあげる、手の部屋に夜ごとの歌を君にあげよう。愛する君をいつまでも
必死があれば僕の勇気を与えてくれた。Just look on you. Come on in.